乾かします。そう、今日は顔の南半球のみお見せします。確かにこの時間から配信するとちょっとなんか部活感、6日間の合宿が。みんなももし早寝部だったら、この早寝部にね、もし入りたいかもって思ったら、ぜひ今日の配信を見て考えていただきたいね。まずは早寝部のその1は、おでこを上げることは多分大事。早寝部、そう、早寝部の活動その1、おでこは上げるべし。おでこ上げるやつが今これしか。早寝部入部届出す。ちょっと私もおでこにニキビがあるんですけど、気にしないでくださいね。おでこを上げるのは大事。小型ペンギンさん、星花火ありがとう。みゃんこ先生、ハートありがとう。嬉しい。前髪かわちい。ゆうなぎさん、花火ありがとう。さのわるママも花火ありがとう。でその2、お風呂でね、さっきスクラブをしたのでボディクリームを塗っていきます。なんかアロマのやつ。ちょっと今のまだ私じゃない。ちょっともう太ももがめっちゃ乾燥しててかゆいので、え、すごい、みんなカウント、さすがです。合宿中ですかってぐらい合宿気分。塗る、塗、うん、太ももにまずは塗る。成田のしん、さのまるママありがとう。花火、サンソンさんもハート、マニョチも花火、フォーユーさんも花火、イッコも花火、アキさんも花火ありがとう、アリさんも、おしあなり、バタヤンさんも、チュルギさんも、ハルルンさんもありがとう。うん、ちょうど40万本。さくらんぼ、そう、やっぱりそう、カサカサの足に なってたらかゆくなっちゃうので、ちゃんとボディクリームを塗ってあげます。ナイトルーティーンめっちゃ時間かかるよ。とっても時間かかる。ハレルンさん、なっちゃん、アリさん、ホーさんありがとう。でめっちゃそう、すねとかにもね、今すねです、塗ってあげましょう。足の甲までしっかりと、指とかもね、足の指までしっかりと塗ってあげます。塗ってあげます。これはアロマの香りがするボディクリームなので、かー、深呼吸、かー、深呼吸をしてこうやって匂った、いい香りなります。そしたら髪の毛がカサカサ、もうね、顔には美容液は塗ってあります。か、かーほうさん、人生方向おじさんありがとう。そう、ヌメヌメな足、どれだけヌメヌメにするかが勝ちでございます。そう、人生方向おじさん、福ちゃんも星花火ありがとうね。もうさ、秋じゃん、暦の上では。ではヘアオイルを塗っていきます。私はもうなんか至らないものは塗らない主義、至らない、至らぬものよりもあんず油が一番いいということに気がつきまして、あんず油をこうやってもう髪の毛に揉み込みます。あ、でも髪の毛揉み込む前にブラッシングをしてあげると、こうやって
あ、ブラッシングしてあげてるとボタンズーが、あん、あん、アンズーで手がベトベトになって全然できないんだけど、アンズーがまた髪の毛に入りやすくなりますよ。福ちゃん、小型ペンギンさん、人生方向一さん、星花火ありがとう。みきやくん、え、お風呂上がりってめっちゃ乾燥するで、そしたら今美容液が乾いてきて顔が乾燥してきたので忙しいめっちゃ笑えてる。ちょっと顔にもうクリームを塗ってあげたいと思います。で、手に今ヘアオイルとかボディオイルとかクリームとかついてるので汚いので手をね石鹸で洗ってあげました。いや忙しい。したら私はもうジェルを、さっぱりとしたジェル派なのでジェルを塗ってあげます。そしたら余ったやつは首にも塗ってあげて、首のこれちょっとツヤツヤしてちょっと恥ずかしくなってきたからもっと下がろう。みきやくん、人生方向音痴さん、流星さんも花火、福ちゃん、えばい、離席がすごいかもしれない、匿名希望さんありがとう。福ちゃんも人生方向音痴さんも人生方向音痴さん、小顔たん、人生方向音痴さん、人生方向地さん、あんず、あんずいいよ。ちょっとおでこここにプチっているからちょっと悲しいですね。ズーゼスさん、のりさん、匿名希望さんも、のり楽しいさんも、おりちゃんもありがとう。まよちも、背中が痒かったので背中が痒いときは背中もかきます。いい湯だなーさん、匿名希望さん、まよちー、やすくん、はーい、マニョチ、匿名希望さん、なっちゃん、コンコン、人生、すごい花火、さあそうそう、マニョチ、やすくん、匿名希望さん、あら、流星さん、小顔タン、ステオツのひさまさん、小型ペンギンさん、大変大変、あ、お水も飲みたくなってきた。ハレルンさん、匿名希望さん、やすくんさん、ハゲカパパちゃん、ありがとう。ハゲカパパちゃん、やすくん、匿名希望さん、おジェルを塗る。もうお風呂に住みたくなっちゃうよね。手のひらの保湿も完璧、こうやって残ったジェルを。福ちゃん、やすくん、ズーデさんも、サンソンさんも、怖い、ありがとう。キャッ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 、ツルツルツヤツヤ、やばい、すっぴん NG だから、お水飲むために離席しちゃう。お水はあおり飲みます、みんなへ、みんな早寝部のルールね、今まで見せてきた。まずすっぴんは NG、 早寝部のすっぴんは NG、 え、2シュートカウント、ありがとう、さすが流星さん、小顔たん、福ちゃん、やばい、福ちゃん、流星さん、匿名希望さん、流星さん、ハリさんも、福ちゃんも、煽りつぶし飲みが基本です、早寝部は。吸引力を上げるために煽りつぶし飲みは必須です。やばい、祭りになってるかもしれない。成田のしん、福ちゃん、流星さん、三蔵さん、ハゲガパパちゃんも、ほうゆうさんも、匿名希望さんも、やばい、ほうゆうさん、流星さん、福ちゃん、コンコン、こうやってこうやってね、このブラシはなんかよくわかんないけど
安くなってた。ゆいねさん、匿名希望さん、ふわゆうさん、そうこうやって早寝部は本当にもうそう、個人団体じゃない、団体じゃなく個人、個人個人の戦いだから、そうなの。そしたらドライヤーをねしていきます。流星さん、匿名希望さん、まっちゃん、やばい、小型ペンギンさん、ナイアガラ、匿名希望さん、誰、匿名希望なの、小顔タン、あ、小型ペンギンさん、匿名希望さん、ハゲガパンパちゃん、ありがとう。うん、ここにちょっとニキビの薬塗るよ。福ちゃん、ホワイトはチコガチ、あ、金魚福ちゃん、たい焼き、ひでちゃんも、匿名希望さんも、すごい、ありがとう。ホワイトはチコガチ、流星さんもありがとう。じゃあちょっとドライヤーしていきます。ドライヤーはあったかいのと冷たいの両方出てくるやつ。修理しを繰り返して使ってるね。ノズルなしの方が私好き。匿名希望さん、きょうさん、こういうさんも、きょうさん尊い、ありがとう。わお、こういうさん、匿名希望さん、きょうさん、おるちゃん、ありがとう。髪質が、そう、お兄ちゃんがお誕生日プレゼントで買ってくれて、それきっかけで使い始めたらすごい髪質が良くなって、そっからはこれ一択ですね。そこで部活のルールは、髪の毛をねこうやって立ち上げます。立ち上がれてます。ちょっと待って、何これ、立ち上げます。前髪を立ち上げるのが肝です。できました。たら横にふわってしてあげて、さくらんぼで止めます。先輩、福ちゃん、ありがとう。流星さんも星花火、こんにちは、皆さん。そう、ユニフォームはさくらんぼ、そう、ナイトキャップがねかぶりやすくなります。本当に気になるんだけど、いやだな、まあいいや。そう、ニキビができちゃった。もう急になんかブワワってできて、もう全然さくらんぼのピンがうまくさ止まんない。ナイトキャップがさ、なくなったら私ほんと生きていけないと思う。これね、あれ
うちと同じかも。いや俺は使わないよ。だって栄養と睡眠だとストレスフリーか。そう、あー疲れが出始めたか、夏の終わり。クワトロさんありがとう、いぶきさんもありがとう。ガチ早寝部はねしてもう寝てるよね。なんかもうさ、ここから新しい私が出てくる。栄養をとっていっぱい寝て、ストレスなく生きていこう。自分自身をいたわりまくるよね。ホワイトはチコガチ、キミはありがとう。そうだね、流星さん、ホワイトはチコガチ、福ちゃんもありがとう。ばっかりだからさ、結構バナーとか渋滞してません？あ、ば、何？なんかこういう、やっとかき氷姫アバター見慣れたのに、もうすぐ終了って出てきた。流星さん、なべなべ社長ありがとう。消防渋滞中、なべなべ所長もありがとう。工藤六冠たけちゃん、わさびさんね、通常のリコチルームね、サムネもうね、有料エリアちゃんとされました、嬉しい。たけちゃん、たまやー、花火職人のアバター可愛いよね。なんか もしさ、ショールームのアワード参加できたらどうしよう、嬉しい。匿名希望さん、ありがとう。あ、そっか、今日までだよね、9月22日の花だれ。嬉しい。売り切れてたの？でも無料エリアでも絶対見る。うん、匿名希望さん、福ちゃんも、匿名希望13号さん、すごい誰？ありがとう。職人から降格中、女王から姫、そして職人と
匿名希望13号、匿名希望さん、いい湯だなーさん、ふくちゃん、りゅうせいさん、NHF さんもありがとう。何が来るんだろうね。ボルダル女王か、キング、姫職人、工藤六冠、かっこいいんだけど。バディーズさん、ハートありがとう。あー、ボス、ハロウィンの日か。確かに焼き芋太郎とかになりたいな次は。待って、焼き芋娘とか。焼き芋太郎とか。藤井聡太さんは私四段しか知らないけど、もう八冠なんですか。プレジデント来たらさ、かなりかなりの指針ですよ。ちょっとは乾いたんですけど、まだまだ乾きませんね。福ちゃん、みやさるさん、ありがとう。パンプキン、パンプキング、パンプキング来そうだよ。焼き芋太郎ありそう。日本もうさ、秋ないよ。確かに、NHF さんありがとう。まだまだ全然暑い。パンパン、花火ありがとう。37度、35度超えてるの？やばいじゃん。名古屋も暑そう。月見バーガー嬉しい。早く食べたい。9月か。確かにメダルさ、もらえなくなったのかな。前まではもらえてたのに。福ちゃん、星花火ありがとう。はは、確かにキャベツ太郎めっちゃ好きなんだけど。え？あと5分ほど？よし、それでは冷風に切り替えて。メダルダメ。やばい、やっぱ5分で配信切れちゃう。冷風に切り替えて、こうやってとどめをね刺すの。優勝に慣れてないよ。だってさ、前まではさ、もうずっと接戦でさ、もう怖い怖い
ルショールームの称号に、なんか戦いがあったらさ、みんなと勝ち取った感があります。だから慣れたわけじゃないよ。いや、ほんと嬉しいよ。福ちゃん、フォーユーさん、一個もありがとう。もしこのまま花火職人もゲットできたら、すごい、私はみんなにありがとうって言いたい。だってイベントもさあったのにさ、イベントも勝たせてもらって花火職人も1位になって、すごいみんなの嬉しい。嘘、一気に来るかも、怖い。福ちゃん、みやさるさんもありがとう。怖いです。花火大会なの。小型ペンギンさん、ありがとう。嬉しい、すごい。そうみんな、ハグがパパちゃんも福ちゃんも、なコンコンもありがとう。ジェットブラックさんもありがとう。すごい。サンソンさんもありがとう。サラサラになったよ、見て。若干煽ってるだけで大丈夫。でもみんなすごい、本当いっぱい頑張ってくれたから感謝しかない。ホワイト、あっちもがち、ストーチの様さん、福ちゃん、小型ペンギンさん、コンコン、一個ありがとう。ありがとうございます。本当にみんなのおかげでいろんなことをさせてもらってる。チコガチョ、金魚ありがとう。ウリちゃんもネボさんもありがとね。でも以上。あと歯磨いたら早寝部の活動終了。でもやっぱ女の子ってお風呂上がりさ、やっぱ30分はさ時間かかるんだね。遅刻極楽丸さん、タチヤポンも、ヤスくんも、シーメンさんも、ありがとう。夏いい夏だ。39からヒデちゃん、京極ヤクマさん、ヨウくん、イッコ、シーメンさん、クワイトロさん、ノルミオさん、レオーネさん、ソノミさん、ストツノヒサマさん、マシャさん、ブンちゃん、オリちゃん、間違えた、マルさん、ミキオ先生、渡辺さん、ハリレンさん、ファイユさん、ホワイト、チゴガチ、オリちゃんち、ナベちゃん、首相、ナベナベ社長やばいやばい、小顔タン、ジュヌラゴさん、ロコポコさん、ボヤッキーさん、ナリタノシン、エヌツエフさん、アリさん、キョウさん、ハゲカッパッパちゃん、サンソンさん、ジューデスさん、コンコン、ヤスくん、そして本日の秋元先生役は特命希望13号さんでした。ありがとう。人生方向音痴さん、小型ペンギンさん、ありがとう。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はリュウセイさん、ありがとう。第2位はフクちゃん、ありがとう。そして第1位は特命希望さんでした。怖い、ありがとう、たくさん嬉しかった。誰なの教えて。ホワイトアチコガチ、ありがとう。金魚、皆さん私の配信見てくれてありがとう。カズさんもハゲカッパプちゃん、花火職人本当にありがとうございました。ボヤッキーさん、フグちゃん、タチヤポンもいい湯だなーさんも、シーメンさんも、チコガオブラクマルさんも、あーん、たくさん、フグちゃんもたくさん、ヤスくんも、オリちゃんちもたくさん、ありがとうございました。マヨチなの、匿名希望13号はマヨチじゃなく、でもさ1位の方は誰、気になっちゃう。配信見てくれてありがとう。じゃあ早寝部しましょう。明日は8時に来てくださると嬉しいです。頑張って、おはっこりしよう。ストーチのいさまさん、栗林純一郎さん、ハゲカッパパちゃんも、ストーチのいさまさんもありがとう。顔なしでしたが明日は顔ありになれると思います。よろしくね。